干し柿の燻製。材料、スーパーで購入した市販の干し柿6個。ピンク色のがコールマンのパーティーグリルの蓋です。この中で桜のスモークウッドを燃やします。バーナーでしっかり火をつけます。上下をくり抜いた空き缶に火のついたスモークウッドをセットします。煙突効果で火が消えにくくなります。煙は金属のダクトを通ることで温度が下がった状態でスモーカー内に流れていきます。スモーカー内の状態です。干し柿のヘタの部分に紐をくくりつけて吊るしています。この状態でスモークウッドを2本使って3時間いぶしました。完成。いぶし終わったら煙臭さを落ち着かせるため1日置いてから食べるとさらに味が良くなります。